である従来のモバイル基地局の多くは半径数百メートルから十数キロメートルの通信エリアを構築しており、その通信エリアはマクロセルと呼ばれている。電波の干渉が起こりやすい隣接するマクロセル間の境界領域や電波の届きにくい地下などでは通信の品質は劣化しやすい。このような問題に対しては、 多くのユーザーから改善を求める声が上がっていた。例えば NTT ドコモでは、これに応えるために、ナノセルやピコセルと呼ばれる、マクロセルに比べれば、小さな通話エリアの小型基地局を設置することで、対応してきたが、それでも、十分に対策の行き届かない場所は残された状態となっていた。フェムトセルは、そのような、 残された場所の通信品質を改善するために用いることができる。なお、ナノが10のマイナス9乗、ピコが10のマイナス12乗、フェムトが10のマイナス15乗を意味する、窃盗語である。この物理的な意味や、順序関係を乱す使い方をすると、概念の混乱を生むため注意が必要である。フェムトセルは特に屋内における。 通信可能エリアと通信データ容量の両方を改善することができ、また、モバイルキャリアにとっては、新しいサービスと経費削減の効果も期待できる。フェムトセルは固定通信と移動体通信を融合する技術の利点を提供するための一つの手段でもある。ほとんどの FMC の設計は、 Wi-Fi アクセスポイントと連動することができる新しいモバイルデバイスを必要としているが、フェムトセルの場合は、フェムトセルの設置は必要となるものの、既存のモバイルデバイスを用いて、サービスを受けることができる。2008年5月、3GEPP は採用する、フェムトセルネットワークアーキテクチャを決定した。セルラーベースステーション、コラプストスタック及び馬。 ガンを含むアーキテクチャが候補として残され、最終的には、コラプスとスタックと、馬、ガンの両手法に基づくホームノード、B アーキテクチャが選定された。2015年現在では、3GEPP では、3G フェムトセルを、ホームノード B と呼称し、LTE フェムトセルを、ホームエノデと呼称している。フェムトセルよりも、電波出力が大きいが、従来のマクロセルよりは、 電波出力の小さいものをピコセルと呼ぶ。フェムトセルとピコセルには電波出力以外に使用する有線回線に大きな違いがある。ピコセルの場合、キャリアのコアネットワークと直結しているのに対し、フェムトセルの場合は一般的なインターネットサービスプロバイダーのブロードバンド回線を経由する。 このアーキテクチャの深刻な欠点は強固なセキュリティで保護されなければならないモバイル通信のパケットが一般のインターネットアクセスのためのパケットと同一の物理回線を共有してしまう点にある。このためフェムトセルは強靭な IPSEC などの技術によってセキュリティを担保する必要がある。フェムトセルは担当直入に システム展開するための解決策になる可能性があるという意見があるが、克服する必要がある多くの厄介な問題がある。フェムトセルの設置により、既存の通信エリアと干渉する問題がある。フェムトセルの仮想ネットワーク固有の周波数帯がなく、あるいはより広いネットワークの中で、最新の注意を払った周波数帯計画がなければ、フェムトセルは、 ひどい干渉問題をこむる可能性があるという問題がある。例えば、マクロセルネットワークから家庭のフェムトセルアクセスポイントへの切り替えで考慮に入れなければならない規格に制限事項が定められている。例えば、ランハンドオーバーアルゴリズムには携帯電話端末がどれだけ操作、測定、そして通過できるか、隣接セルサイトの数に制限がある。さらに、 単一周波数 CDMA システムが操作されている場合、マクロセルとフェムトセルの電力制御アルゴリズムは干渉を起こす可能性がある。例えば、携帯電話端末がマクロセル装置の通話地域にいる間に CDMA システムに固有の遠近問題に対する電力制御の一部として、携帯電話端末がフェムトセルへの送信電力を増加する場合が挙げられる。 マクロセルの場での高出力送信機は周波数が共有されるため結果として干渉者として働きをする。最後に通話地域の問題がある。高層の宿泊施設で別の木座橋にいるフェムトセルの利用者が他の利用者に干渉を起こす可能性がある。この問題に対していくつかの部分的な解決策があるが、しかし主として 干渉を防止する唯一の方法は、特に CDMA を展開するため、フェムトセルの通話地域に対して異なった周波数を使うことである。その部分的な解決策は、明らかに性能とのトレードオフがあるが、3G 設定パラメータで、利用可能なモードマイナスにフィックスとパワーオプションを利用することが含まれる。 それは携帯電話端末の出力が増加することと干渉を引き起こすことを防ぐ。多くの製造供給元がこの問題に対処するための高度なアルゴリズムを開発したと報じられており、また通信事業者によるモデル化はこれが実行可能であることを示している。そのため現在実施されている試験はそれらの技術を試験することとどの状況かの どの程度の干渉が問題であるか測定することを目的とするものである。ピンク07のための論文で、オルガー・クラウセンは、アンツ、フェムトセル、マクロセル干渉問題について述べ、干渉を管理するために、自動設定や、公衆アクセスなどの必要不可欠な条件が必要で、あると結論を下している。この場合、公衆アクセスは、 同じ周波数を使うすべての展開済みフェムトセルは誰からのアクセスでも認める必要があるということを意味する。これと同時にもし利用者が DSL やケーブルによるバックホール接続の代価を支払っていれば上位接続問題があるのは明白である。これは低コスト呼び出しによって相殺できる可能性があるということが論文で提案されている。その他の論文で レスター TW ホトオルガー・クラウセンは、干渉を軽減するためにフェムトセル出力レベルを自動設定するための前提条件を示している。なお、クラウセンの最初の論文では、アルゴリズムは、マクロセル送信出力の知識を必要とする。それは、フェムトセルを中心に構成することを、通信事業者に要求し、そしてそれは、 フェムトセルが設置された場所の知識を必要とする。彼の第2の論文では、レスター TW4 は、マクロセルとフェムトセル間の切り替えメッセージに起因にし、増加する、ネットワークトラフィックの問題を強調している。3次 EPP 会議は次のように報告した、これまで調査された範囲に対して、公開アクセス用に、同一チャネルで配置することは、実現可能である。 非公開アクセスについては、これまで行われた分析では、もし適用可能な干渉緩和技術が使われるなら、同一チャンネルで配置することは、実現可能である、ということを示している。マクロ層における、HNB、ホーム。ノーデブ性能と影響の間のトレードオフを、要約するために、また許容できる、トレードオフを特定できるかどうか決定するために、 追加研究が必要である。多くの会社は、測定、動機、及び、近所の基地局の隣接リストを作成するため、無線端末として、フェムトセルを使う手法を使っている。この情報から、既存のインフラストラクチャに干渉することを避けるために、出力、拡散符号及びその他の要素は決定し解決する、ことができる。 アクセスポイント基地局は認可された帯域で作動することが重要である。手数料方式で通信事業者へ帯域割り当てが認可されるとき、設備の配置は免許の厳格な要求を満たさなければならない。帯域を最も有効に利用するため、通信事業者は周波数及び与えられた周波数の量で、 最大限カバーするように最適化するセル計画ツールを利用する。想定外の場所に位置する AP 基地局は他の近密に位置する基地局に干渉する可能性があるため顧客へ直接販売され認可された帯域を使う AP 基地局の採用は周波数とセル計画に影響がある。ユーザーにより AP 基地局が自由設置される場合には AP 基地局は 周辺環境を自動認識し、他の AP 基地局と協調してその勢力範囲を調整する必要がある。近くの携帯機器がもう一つの近くのフェムトセルを使っているネットワークに接続するときに何が起こるか、また未然に防止できる方法に関連する問題もまたある。AP 基地局は他のすべての公共通信システムと同様に、 合法的防除の基準に適合することが必要とされる。その他、通信事業者が各 AP 基地局の位置を正確に示せること、及び設備が登録された位置を救急隊に提供する E911 要件に関する規制の課題は、ほとんどの国の要件に関連している。例えば、家庭に設置するため顧客に販売された AP 基地局の設置場所に関わる問題がある。 さらに、ある顧客は認可されていない国に基地局を運ぼうとする可能性がある。設備が別の国へ移動された時にフェムトセルを動作しないようにするため設備に内蔵した GPS を使っているメーカーがあるが、弱い信号のため、すなわち屋内で GPS はしばしば場所を得ることができなくなるため、この手法には議論がある。運用、または配置の観点から、 ネットワーク統合の分野は考慮する必要がある重要分野の一つである従来のセルラーネットワークは相対的に少数の基地局に対応するように設計されており数百万もの民生 AP 基地局のフェムトセルの展開はこの規模に対応するためには異なったアーキテクチャを必要とする同一チャンネルでマクロセルフェムトセルを配置する結果として 通信量が増加する問題は、レスター TW ホトオルガークラウセンの論文によって議論されている。米国では AP 基地局が音声通話を伝えるようになってから AP 基地局にも VOIP 電話事業者と同様に911、999、112といった緊急通報を提供することが必要とされている。このサービスは 現在の優先電話システムと同様の利便性に関する要求を満たさなければならない。既存の電話回線への代替機能や予備電源など、これを達成する方法がいくつかある。イーサネットや ADSL の家庭用バックホール接続を利用するとき、AP 基地局は一般にインターネットブラウジング、ゲームコンソール、セットトップボックス、およびトリプルプレイ装置など、 その他のサービスと同時に上位接続の帯域幅を共有するか、または代わりに統合装置でこれらの機能を直接入れ替える必要がある。開発されている設計の主流である帯域幅を共有する手法はサービス品質上の影響が問題となる可能性がある。米国の事情は FCC RA スペクトルマスク要求を満たすために AP 基地局は高精度に RF 信号を発生させなければならない。典型的には約10億分の 50ppb 以上が求められる。この精度を満たしてからおそらく12ヶ月より長期間にわたり o c x o を必要とするが、この発信機は高価で1から2年ごとに構成を必要とするので、 長期にわたりこれを維持するのは経済的負担がある。より廉価な特基礎では半年から1年半の間は正確である。この制度維持の問題解決には1年半後に使い捨てまたは取り替え可能な装置とすることで維持経費を節約するかあるいは外部の正確な信号で発信機を常に調整することである。これは簡単ではないが IEEE 1588によるネットワーク経由の時刻同期標準などの技術が一つの解決策となるかもしれず、マスタークロックの位置によっては107秒の精度を提供する可能性がある。ネットワークタイムプロトコルもまた周波数の安定性を提供するための実現可能な解決策として一部の開発者によって追求されている。従来、 マクロセルの基地局は同期のために GPS のタイミングを頻繁に使い、そして発信機の調整にこれを使うことができる。しかしながら家庭内のフェムトセルについては費用と良好な GPS 対応を地域を確実にすることの困難さに懸念がある。標準化団体はこの挑戦と装置費用上の意味合いを認識していた。例えば 3GPP は リリース6で屋内基地局の精度を 50ppb から 100ppb に緩和し、リリース8のホームノーデブのためさらに 250ppb へ緩和することを提案した。利用者がシステムから最適なデータ信号速度を確実に得るため、携帯機器はフェムトセルの領域内にいる場合には、たとえ外部のマクロセル基地局から十分な信号があっても、 フェムトセルに接続することを何らかの方法で知る必要がある。近くの携帯機器が同じようにするのを防いでいる間に利用者の携帯機器にこれをすることを強いることは相当困難である。さらにフェムトセルからより広域のマクロセルへのハンドオフとまたその逆のハンドオフは潜在的に極めて複雑である。移動体通信において 端末と基地局間を1対1に接続するためのインターフェース規約をエアインターフェースと呼ぶ。欧米における移動体通信の商業的な関心はアンツが注目を集めていた模様だがエアインターフェースの概念はその他のシステムにおいても等しく応用できる。実際初の商業展開は CDMA2000 エアレーブで行われた。また GSM TDS-CDMA、YMAX、およびロングタームエボリューションのフェムトセルも開発が進められている。LTE 研究委員会は、フェムトセルを重点領域であると確認した。米国において、現在最も重要な展開はスプリントによるもので、ある。どのスプリント携帯電話機でも通話できる、スプリントエアレーブと呼ばれるサムスン電子製。 家庭向けフェムトセルの限定した公開が2007年第3四半期に始まった。2008年8月17日現在、エアレーブは全国的な規模で公開された。その他に O2、ソフトバンク、テリアソネラ及びボーダーフォンなど多くの通信事業者が2008年に実地試験を行う意向を表明した。2008年は主として実地試験が 緩やかに始まり、2009年には商用サービスが始まるだろうと、ほとんどのアナリストの意見は一致している。フェムトセルの基地局は、一般的には、住宅や中小企業の環境で使うために設計されており、フェムトセルは、ブロードバンド回線を通して、サービスプロバイダのネットワークへ接続し、住宅向きの設定では、通常2台から5台の携帯電話に対応する。 フェムトセルの基地局は基地局の機能を内蔵するが、より単純で自己完結した展開を可能にするため基地局の機能を拡張する。例えば、アンツ、フェムトセルは、ノード B、ラジオネットワークコントローラー、GPRS サポート、ノードとバックホール回線のためのイーサネットを含む。アンツに多くの注目が集まるが、その概念は GSM、 CDMA2000、TDSCDMA CD、そして YMAX ソリューションを含むすべての標準に適用、可能である。2008年9月18日に、総務省令電波法施行規則が改正され、第33条第6号に、フェムトセル基地局が規定された。以後、改正を繰り返し、2012年9月26日からは、第15条の2第2項。 第2号に規定するものであって、設備規則第49条の6の4第1項及び、第3項第49条の6の5第1項及び、第3項第49条の6の9第1項及び、第3項第49条の6の10第1項及び、第5項第49条の28第1項第2項第5項及び第7項または、 第49条の29第1項、第2項、第5項及び第7項に規定する、技術基準に適合する、無線設備を使用する基地局と規定される。電波法施行規則の、第33条第6号は、無線従事者を要しない、簡易な操作で、無線局の無線設備の外部の転換装置で電波の、質に影響を及ぼさないものの技術操作を、第15条の2は、 特定無線局の代償とする無線局を規定するものである。つまり、携帯電話端末と同様、利用者は免許や資格を意識することなく利用できるものである。同時に、第15条の2第2項、第2号には、屋内その他,他の無線局の運用を阻害するような、渾身その他の妨害を与える恐れがない場所に、設置する基地局とあるので、電気通信事業者が、 屋外の基地局等に懇親などが起こらないことを調査した後でないと利用できず、設置する場所も制限される。設備規則とは、無線設備規則のことであり、第49条の6の4は、不合分割多元接続方式形態無線通信。第49条の6の5は、自分割、不合分割多重方式形態無線通信。 第49条の6の9と第49条の6の10は、シングルキャリア周波数分割多元接続方式、携帯無線通信。第49条の6の28は、直行周波数分割多元接続方式交代域、移動無線アクセスシステム。第49条の6の29は、自分割、直行周波数分割多元接続方式または、自分割、 シングルキャリア周波数分割多元接続方式、交代域移動無線アクセスシステムを指す。全3社の、携帯無線通信とは携帯電話用を意味し、各々 c d m a の、c d 域移動と c d m a 2 0の、0 SCFDMA の各方式、52社の、交代域移動無線アクセスシステムとは、各々の、TD オフドマ、TD オフドマまたは、TD スコフッドマの、 各方式のことである。空中線電力は携帯電話用が最大100メートル W、無線アクセス用が最大200メートル W と規定されている。基地局は電波方式行規則第4条第1項第6号による定義から陸上移動局としか通信できず、交換設備までは優先通信による。具体的には利用者が ブロードバンド回線へ接続できる状況にあることが必須となる。NTT、ドコモソフトバンク KDDI 楽天モバイルチップ、セットマッピングのための設備フェムとセルベンダーパートナーシップのための携帯電話機器メーカー、市場推計報告対象製品とサービス費用。ありがとうございます。